があるんだけど顔出せない。でこれで才能をチームにとっても自分にとっても最高の結果を出すように発揮できるようになるんです。そしてその次に大事なのは、その才能が分かってもやっぱり発揮できない人ってねいっぱいいるんですね。例えば自分はドリブルが大好きでドリブルずっとやっていたいっていうね、そのね才能を持ってるでドリブルがすごい上手いっていう人はね何人も僕見てきたんですけど、だけどいくら好きでその才能があってもサッカーっていうのはやっぱチームスポーツでね監督が選手を決めるっていう以上ですね、そのチームが認める選手としてのプレーを、ね、組み合わせていかないといけないんです。多くの選手が、その才能を持っていながら、プロになれないとか、プロになっても才能があるんだけど結果を出せないっていう選手はですね、自分の才能をチームに合わせることができずに消えていってしまうんですね。いや本当そういう選手を見ると悲しいんです。でも自分も見ていてやっぱ楽しいし、一緒にやっていて楽しい選手なんだけど、なかなか監督のねいうサッカーと合わないとかチームとうまくやれないっていう人で、消えていってしまったっていう人がね何人もいて、じゃあねその才能をチームのサッカーにどうしたら合わせられるかっていうのは、コーチングの中でですねパフォーマンスと結果を出すために大事なことっていうのがあって、それが目標を高く設定するっていうことなんですね。で僕の体験で言うとですね、喜ばせたり、ためになる人の範囲をね大きくするほど、自分の持っている才能っていうのを開花していくんですね。例えば自分のためのゴール、自分のねポジションを、確立するために活躍するためのゴールからですね、それをね見てくれる応援してくれる家族を喜ばすためのゴールとかですね、一緒にプレーしてそのねそのシーズンを戦うチームのためのゴール、それでね応援してくれる観客のためのゴールなんだとかですね、そこからその町全体地域のためのゴールになって、それがねそのサッカー業界とかその国のため、あるいはねもっと言えば世界中の人たちがこう喜ぶようなゴールっていう風に少しずつこう考える範囲を、ね、広げていくんですね。これをコーチング用語で言うと抽象度を上げるっていうね、ちょっと難しい言葉なんですけど、少しずつそうやって範囲をですね、自分の目標をね、広げていくんですね。そうすると、自分のパフォーマンスっていうのがね、変わっていくんですね。なんでかっていうと、例えば、自分はね、県大会で優勝するためのね、ドリブルを身につけたいって思うよりも、高校サッカー、全国高校サッカーで優勝するためのドリブルを身につけたいんだっていう方が、習得する技術とか、その成長する速さって変わってくるんですね。なんでかっていうと、その県大会のレベルの選手を抜くドリブルと、全国大会で全国の強者たちを抜き去るドリブルって、やっぱり全然違うと思うんですよね。で、そうすると練習からね、意識が変わって、そうするとね、パフォーマンスどんどん変わっていくし、結果っていうのがね、必然的に変わっていくんですね。もっと言えば、プロで日本中の人を感動させるドリブルってなると、もっともっとね、あなたの脳がね、活性化して、その方向とかスキルを探し出して、さらに眠ってるね、才能をね、引き出すようになっていくんですね。で、これで才能をチームにとっても自分にとっても最高の結果を出すように発揮できるようになるんですね。逆にそれができないと、ただドリブルが上手い選手、ただパスが上手い選手、ただね、サッカーが好きな選手ってだけで終わってしまって、もちろんね、ただね、サッカーを楽しめればいいっていうのもあるんですけども、僕の考えでは才能というのは人々や世の中の人のために発揮するためにあるっていうのはね、思っています。もし、あなたの夢がですね、プロとしてプレーするっていうことならなおさらですね、一人でも多くの人のためになるドリブルをする、サッカーをする、そういったね、選手になった方がいいです。流れとしては自分の感情を頼りに、ちょっとね、世の中のね、常識とか監督が言ってることとはまだ違うかもしれないんだけど、その最初に自分は何をしたいのかっていう感情に、耳をね、傾けて、ぜひね、ノートに書き出してみて、自分がね、何にワクワクするのか、何がね、自分のね、才能を発揮させてくれる、目印なのかっていうのをね、まずね、紙に書いてみて、あ、これが自分の才能なんだっていうのをね、まず意識する。そして、その才能を、目標を高めて、世のため、人のためになるような目標を決めることによって才能を磨いていく。これがですね、実はプロサッカー選手がやっているね、秘密の一つなんですね。ということでですね、今日は天賦の才能を見つける方法、自分が持っている才能を知らせてくれるセンサー、感情っていうことのね、話でした。でですね、僕はプロのコーチではないんですけども、そうやってコーチング理論を学んで、自分で実践して、実際にプロの世界で、結果を出すっていうことをやってみて、そういったことをですね、最近ではですね、相談やセッションに来るね、選手とか、まあ、そのプロサッカー選手になりたい人の、まあ、夢を実現するね、お手伝いを個人的にしてるんですけども、まあ、こういうね、動画も知識レベルでみんなにそういったコーチングとか科学的なね、話を、取り入れてもらって、そして自分で実践して、で結果を出してもらえたらなと思っているんですけども、今度ですね、12月に帰国予定なので、その時に何かイベントが開催できればな、あるいはね、オンラインでもそういったイベントとかセッションとか、やる予定なのでですね、まあ、楽しみにしていってください。まあ、申し込みとかね、お願いします。ということで、今日もね、最後まで見てくれてありがとうございました。